11月23日金曜日朝6時57分のホームポイントは強い温床和で、手前のスープの面積の広さがまあほぼクローズを物語ってますね。入れば乗れないことはないような波がミドル付近でブレイクしてますが、サイズもそんなにはないですね。波はないことはないけども、この風が嫌ですね。カメラのマイク部分手をカバーして録画しています。ホームポイントの右も強めのオフショアで、正面から冷たいオフが吹いてきますが、おお、トンビがさっきから私の近く飛び回ってますが、おお、風が強い、帽子が吹き飛ばされそうですね。波はありますね。入れば乗れないことはないけど、この風の中入っていくになれないですね。いつもの寒暖計を忘れてきちゃいました。車の外気温計で 9.8 度指してますね。